はい、どうもジャンプです。ブッドス。ポコメライトね、今体験版みたいな感じで無料でできて、サインリーとかもして話題になってたので、やっていこうと思います。このゲームね、何なんだろうね、なんかサッカーみたいな感じのゲームらしいんだけど、ちょっとまだ、どういうゲームかいまいち分かってないんで、やっていこうと楽しみですね。エオスタへようこそ。私はエオス総合研究所としてのリン。このエオスとリミチュー不思議なエネルギー、エオスエナジーの研究をしているの。あなたは島に到着したばかりなのに、見たところポケモン用ダイヤのようだし、ユナイトバトルの噂を聞いてきたんでしょ。ユナイトバトルはエオスエナジーを利用したポケモンバトルなの。ユナイトバトルに参加したいけど、まずはルールを覚えてね。そうだ、研究所エルビスというものをしようかしら。あそこでエルビスが出てきて、エオスエナジー。なるほどね。だから、エオスエナジーっていうのを使ってユナイトバトルをやるから、まあそのルールを今から覚えるってことだね。シュートリアルやっていきますとか、600族のメタグラスにどうやって雑用吸ってんだ、こいつ。あー、よし。やってっか。何をやるんだ、なんかスプラトゥーンみたいな始まり方なら、あれマジ、実際そういう感じなのかな、スプラトゥーン的な感じ、なんか多分、死んだらここに戻ってくるとかそういう感じかな。移動しよう。よし、どんどん進めないんだな。あ、なんか A パムできた。なんか A パムが、あ、ちょ、え、あ、これ A ボタン連打すれば A パムを倒せる。あ、もう一体 A、何これ、え、このゲームもしかして A パム倒すゲームなの、何、え、エオスエナジーをライトボールに集めて相手チームのゴールデンと自分チームを掴みやる。時間内で相手チームのゴール。ええ、もしかしてこのゲームさ、 A パム倒してエオスエナジーを集めて それでゴールを決めるってこと。え、 A パムフルボッコじゃん。かわいそすぎるぞそれ。そうじゃん。え、エイパムむちゃくちゃ倒しまくるじゃんそれ。え、嘘やじゃんこれ。エイパム何体倒すの。かわいそうすぎるでしょエイパムそれは。え、いや、もしかしてこいつも、ああ、別にエイパムだけじゃないのか。いやでもあれだな、このなんか倒す側と倒される側、弱肉強食、なんかザックな現実が見えてくるけど、このエイパムとか多分ではずっとこのゲームにさが、このゲームの参加者のためにずっと倒され続けるんだもんな。残酷だなこのゲーム、なかなか。いや、ただのサンドバッグじゃんこいつら。やばいでしょこれ、ひでえゲームだなこれ。あれかな、エナジーを14にしたら全然ポケモンが出てこなくなったんだけど、もしかして14ずつしか貯めないとかそういう感じなのかな。あ、ほんとは14、あ、14個をやったら出てきたから、まあ多分14個ずつしか食べれないんだな、多分。よし。あ、B クイーンだ。これな。B クイーン強っ。え、ちょっと待って、これ揺らしてるの負けるぞ。サンドバッグの逆襲。いや、もう、ただ倒されるだけでかわいそうだからね。今回、あ、でも全然分かったわ。ZA でユナイト技を覚えよう。ユナイト技ゲージを含ませてもらえたまとっても強力なユナイト技を使うことができる。ん、何何、あ、ゼニガメの進化系だ。カメール。トイチームのカメールはゴールエリアを守っている。カメールを倒そう。まあ、カメールはカメラからなんかディフェンスっぽいけどね、確かに。あーな、ほ、相手チームを倒さんと感動が強くない、ちょっとね、これ強くない、ね、これ。あ、何、今何ちょっとね、強くないこれ、どうやって勝てるの。あ、これでユナイト技か。強っ。ユナイト技って本体でもない感じなの。え、ちょっと待って。あ、なんだ、ギリギリか。え、ちょっと待って、チュートリアルなのに難易度高すぎないこれ。自分が倒された時は持っていたエナジーを拾うと。あー、なほなほ。相手が持っている予想エナジーを奪うことができる、倒すと。なんか、それは、なるほどね。だから、あの、相手チームのポケモンだったり、あの、エイパムとかを倒すと、どんどんエナジーが集められると。なるほど、なるほど。いやー、結構あれだな、この試合なんだな。ユナイトバトル、さっき僕はポケモンのユナイトライスを揃えるんですよ。好きなユナイトライスを一枚選んでくれ。いや、これはね、やっぱりポケモン検討で、タイパーで使ってるユナイト、あ、私らがでしょ。私らがね。いいね。あー、久しぶりだ。私らが使うの久しぶりだ。あー、なんかここからネット対戦ができるの。やるか、ネット対戦も。準備完了。よし。
まあ、もちろんここはね、私らが使いますよ。アタック型がいるとチーム力アップ、ディフェンス型がいるとチーム力アップ、バランス型がいるとチーム力アップ。あ、なるほどなるほど。だこの5人の中で誰が、この方は一応入っておいた方がいいみたいな、そういうのがあるんだね。でもなんか5人でバランスよくポケモンを選ぶ必要がある。まあ、いや、何も考えずに私らがやっちゃったけど。まあ、いや、一番使いたいもん、私らが。剣立てでストーリーの時に使ってる私らが。あ、相手に私らがいるって、カイリキなんだ、そのスタイル。似合わなすぎだろ。カイリキのハワイスタイル似合わなすぎだろ、いくら。よし、姫んか、姫んか。私らが進化前、姫んか。行くぞ。最初はね、ポケモンを倒して進化することが大事。こいつはね、1段階しか進化がないから、まあ、さっさと最終進化に行けるから。どんどん進化しよう。ちょっと待って。よし。あ、なんか、こいつ攻撃してきてない。よーし。なんかこれさ、相手の方さ、なんか味方が倒してるポケモン横取りしちゃったりしてね、これ。え、ちょっと待って、今の距離で、近距離、殴る、いや、嘘だろ。今の殴ってる攻撃絶対当たってないだろ。あ、逃げてく、逃げてく。ちょ、当たってないでしょ、それ。どう見たって。何やってんの、こいつ。なんか持ち場があるみたいで、持ち場から払いすぎて逃げてくな。もうそろそろこれ、私らが進化できるんじゃないか。なんか、やられてるな、だいぶ味方が。ほんと、味方どこにいる、今。これ連携ちゃんとやっていかんと。あ、これ相性いいでしょ。倒していこう、倒していこう。で、まずはこれ多分進化することが大事だと思うんだよね、やっぱり。進化前だと戦力が弱いから。あの、他の人そんな進化しないかも。あ、よし、来た来た、進化進化、私らが、私らが。よし、行くぞ。なんかこれ、え、なにこれ、なんか速くなって今。そこへ HP を回復して、よし、どんどん行こう、どんどん行こう。結構もう、あの、なれここです。なんとかいらしい。もう溜まってきたから、ゴールもできそうだな。よし。草はね、草に半券だからね。お盆の実で回復できた。あ、ちょっとだね。あ、この神も敵だ。やべ。なんだよ、HB 海流って。神ゴンだったの、今。まあいいや。海流とか使えんのかな、これ。まだこれ体験版だけやっぱり使えるポケモン限られてんのかな。よし、行くぞ。私らが早いね、なんか。それ特殊能力あんのかな。あ、てこいつ高校生覚えてるじゃん。強っ。味方が下の方にいるな。ちょっと下の方行くか。なんか私らが早い時と遅い時ある。何なんだろうな、これ。何が。よし、これで。あー、遅いなー。早い時は早いけど、遅い時は遅い。よし、行くぞー。で、これ、あー、相手がどこにいるか分かんないんだよ、さすがに。あ、私らがいる、私らがいる。よし、相手の私らが倒そう。よし。あー、で、やっぱり、なかなか進化、早くさせようと思われる進化できないんだな。まだ味方のリザードは、リザードで進化できてない。よし、ちょっとゴールしよう、とりあえず。やばいね、ゴールできるときにゴールしといた方がいいからね。ただ、なんか相手、めちゃくちゃ強そうな技を覚えてんだけど。で、これ、どっちが勝つ、この打ち合い。この打ち合い、どっちが勝つ。電力の高い方が勝つと。お、よし、相手の味方来た。あ、ちょっと、木の実食べよう、木の実食べよう。あー、やばい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 。相手が進行してる。ちょっと待って、強すぎないよ、お前。あー、ちょ、これはどうなんだ、この殴り合いは。なんかこっちに分がない気がする。あー、当たった。よかったと思ったのに。あ、これやばいな。あ、これ無理だ。とりあえず打ち合いしよう。あ、振り返る。あら、こういう風にで、攻撃は見れるんだな。なるほど。よくわからん。あ、やっぱりここはリスポンチしてるのか。なんだ、これ、あれか、こいつの特殊能力みたいな感じなんだな、多分これ。あの、生き返ったばっかりの時は早い。相手、今、味方がどこにいる。
今な全然ポイントが溜まってないからな。まあいいか、とりあえず向こうの援軍をするか。あーなるほどなるほど、これは自分のあのエリアに入った後に、入った後はこういう風にスピードが速くなる、そういうこと。とりあえずポイント挟みたいな。ちょっとアイス倒すか。ちょ、木の実あるから、これ、絶対超えるな。あの、遠くから攻撃して、相手が、あの、持ち場に戻ると隙をついて攻撃していくっていう。絶対それは攻撃効果な。ここに入ると、素早さが、あれ、上がらない。なんだろう、基準がわかんないな。よく。あ、やばい、なんか、これ、ゴールされてる、ちょっと。よし、まあ、どんどん、レベル上げをしつつっていう。あ、なるほど、これ、一つのゴールで、ゴールできる場所は決まってんだな。あ、やばいやばい。あ、方向転換できるな、これ。やばいやばいやばい。やばいやばい。あ、やばい。ちょっと待って、これやばい。あ、こいつコットンガード覚える。コットンガードすごいんだよね。防御力3ライカー上げれるんだよね。いや、仕様が同じか知らないんだけどさ。とりあえず HP 回復したいな。木の実食べよう、木の実。あ、なんか敵来た。敵来た。あれ、あ、カエル、カエルが来た。ちょっと、とりあえず防御力上げよう。あ、違う、ユライターズ使ってた。まあいいや。え、え今、ユライターズ何マジで。でもなんか倒すとだわ。よし、うん、でもまだそんなに溜まってないからな。あ、なんかこの火事以外のちょっと中ボスっぽいやつだぞ。あ、え、何この火事以外の。え、ちょっとちょっと強い強い強すぎ強すぎ。これでこいつでポイントを貯めたい。いや、貯めなくていいや別に。ちょっとコットンガード使おう。コットンガード、コットンガード何なんだろうこれ。防御力上げれるね、多分。めちゃくちゃ硬くなる。よし、これでゴールが一つ消えると。でね、ゴール一つ消す必要ないね、これ別に。よし、リードしてる、リードしてる。で、ちょっと相手倒そう、相手。相手を倒すことはね、あの、経験値とか得られるか有利になる。まあ、まあ、いいや。まあ、深追いは金属でも。とりあえず相手倒そう、平賀に。平賀にはかも。よし。これ何かよく分かってないけど、回収しよう。あ、でもこの辺いいな。なんか全然敵来ないし。敵の陣地の近くだけど。よし。平賀にはかも。こうやって逃げて、こうやって逃げて、相手が持ち場に帰る瞬間を狙って、ポイント。よし。あ、やばい。こいつ、あー、行った。地味に痛い。いや、ちょっとルーパーも早くない？なんか。あ、やばい。それね、これ強いんだよな。無理じゃん、これ避けるんじゃなくて。え、ちょ、え、何が今の強すぎそれは。え、ちょっと、これユナイト技使うか。これ、どうやって使えばいいんだ、これ。よし、それでこれ相手を追い払う。やっぱ今ね、これね、今リードしてるから相手にゴールさせないことが重要。ここで妨害をしていく。よし。これ、多分これ、打ち合い勝てるよ。しかった、打ち合い勝った。そんで相手のこの落とした、なんだこれ、エナジーみたいなのを回復して。よし。ちょっと、HP が危ないから木の実食べない。なんかちょっと暗くなったね。あれか、これ夜になったってことなのかな。あ、ラストパート、ラストパート。やっぱりそういうことか。やっぱりだんだん終わりが近づいてくるってことか。というかね、みんな、あれか、中央にいるやつを倒していってるのか。やばいやばい。やばいね、これ。これやばい。しまった。なんか普通に、敵のやつに、行っちゃった。よし、ちょっとこれ、あ、でも、あれだ、今リードしてるから、こいつは引きつけとこう、こっち側に。いや、ちょうど40あるから、40マックスだから、もしかしてこれ。え、これゴールできんもしかして、今。
あ、でもゴールできるよね、100万で引くって書いてあるけど。なんでか知らんけど。なんなんだろう、これ。あ、なるほど、そういうことね。20、まだ、あと 100ポイントゴールできますよってことね。あれ、あれ。やったら全部、あれだもんね、ポイント分ゴールすると、これが、だから、あとこれが、カウントが0になるとゴールがなくなるってこと。なるほど。よし、どこにも敵いないな、これ。敵はね、いないことが大事なんだよね、今。集合してる。なんか集合っていう当てがついてくる。よし、これで終わり、終わっ、よし。こちら292対60で、よし、勝った。よし、初イクス勝利。いや、成績がいいね。よし。お、あ、なんか、1も空いてる。いいじゃん、いいじゃん。いいスタートなんだね。え、私らが強いよ、私らが。いいね、私らが強いよ。ちょ、私らが相棒にしよう。私らが相棒にしよう。ってさ、すごいよね、これ。私らがってさ。だって、今、対戦なんか全然使えないポケモンなんだよ。いや、もう普通にストーリーで俺も使ったぐらいで。でも、この私らがさ、このメントの中に選ばれてんだよ。最初のさ、5体の中から選んでっていう。今はあれ、御三家枠だよ。御三家枠の中に私らが入ってるのすごくない？すごいと思うんだよね。だからさっき5体選んでって書いてあったじゃん。だからなんか、ちょっと待って、なんかさ、なんか ここにいるポケモン強くね、なんか、別次元で強くない？いや、あれなんだけどさ。なんかさ、ガブリアスと、なんだっけ、こいつ、月光が。不思議はない。なんかみんな強そうだね。ガブリアスいるんだけど、どっかとこいるんだ、なんか。なんか、このガブリアスだけなんかさ、なんていうの600族の風格っていうか、そういうのがさ、すごいなっていう感じにする。なんか600族って手に入れるの難しそうじゃん。だから多分この人は相当やり込んでる気がする。出ないで。なんかさ、みんな持ち物みたいなの書いてあるけど、右下に。え、なにこれ、もしかして持ち物持ってないといけない？なんか何もよ、一らずにそのままダンダラバタが来てるけど、もしかして持ち物とか持ってないといけないやつ？え、まずかったこれ。このまま潜ったらもしかして。ユブのライラスとちゃんとな、カマスジを加えてんだな、これ。HP が4分の1以下になると、こいつピカチュウ加えるんだから。ピカチュウ加えるの面白いんだよね。よし、あ、なんかセンターだ。センターだ、センター。よし、センターらしく行くぞ。これ、最後に倒してしまう、剣銀と回ってくるのか、もしかして。よし。やべ、まだエナジー全然もらえてない。あ、よし、エナジーが2個もらえた。HP を回復しつつの、よし、なんか3人コードになっていく、マイカみたいに。よし、相性はいいから、これ。よし、行くぞ。あ、なんかさ、やっぱり固まってるの強いな。回転できる、リンチリンチ。よし。このエリアはやっぱりちょっときついのか。ゴールできるときにゴールした方がいいから。よし、ナポリ。いや、これリッチすると何が強いってね、相手の経験値を回収できるのが強いんだよ。例えばあれ回収したい。よし、よし、後方線。よし、で回収してと、金パンみたいなやつ回収して、よし、いいね。ちょっとあんまり敵の方に近づきすぎると、こういう風にさっきみたいにスピードが遅くなっちゃうから、ちょっとあれなんで近づきも良くない。とりあえず欲しいな、ポイントが欲しい。とりあえず今0ポイントだから、0ポイントの状態でゴール近く行っても何もできないんだよね。あ、やばい、なんか相手が、敵チームが何か追撃してる。あ、やばい。あ、集団に伝えて返してる。出てる、これ。やばいやつだ、これ。あ、くそ。まあ、しょうがない。なんか、私らが何でか知らんけど、速度が速くなる特殊能力があるから。で、これ、どっち行くべきかな。でも、シグマ飛べるべきだよな、絶対。それ、あれか。自分のチームの近くの陣地だと、スピードが速くなるのか。よし、あと、シェガ止めるぞ。あ、やばい。宿なんで進化してる、こいつ。よし、あと、向こう行け。
やばいな、これ。ちょっと、やばいな、これ。で、高校生。高校生は HP が回復できるはず。よし、やっぱり HP が回復でしょ、これ、これ。よーし。もう一回。やだな、もう一回。あー、やばい、なんか、めちゃくちゃ強い攻撃か。あっち行け。よし。金の玉回収して。よーし、いいぞ。ゴールできるときにやっぱりゴールした方がいいからね。ポイント、ナーポイントゴール。ちょっと木の実で回復しつつの。あ、なんかドトムの鳴き声が聞こえた今。ドトムいるの。あ、ちょっと。あ、ほら、こうやってね、終わっていくところをどんどんね。そんで回収しつつ。なんかやね、ボールでポケモンを捕まえてポイントに変換してるって感じなのか。それは結構残酷な気がするけど、あ、移動速度がアップする機能が良かった。よし。あ、なんかもうみんな結構進化してるな。不思議そう、ガバイと、月光街最終進化してる人もいるし。よし。相手を返り討ちにしよう。あ、やばい、これ返り討ちできんわな。なんか先に返り討ちできん。やばい。倒される。ちょっとね、ここからのね、攻撃はちょっとね、さすがに分が悪い。味方、あの、相手は、自分のチームで、だからあの、もう自分のチームのさ、ゴールポイントになると回復できるから、そこでね、バトルが結構分が悪いんだよね、やっぱり。あ、なんかルカリオが攻めてきてる。ちょっと止めに行く。相手止めに行く。よし。あ、ウーブがいる。よし。倒すぞ。あ、やばい、ジョイコンがバグってる。あ、違う、味方だったわ。やばい、敵か味方が分かんなくなる、これ。とりあえず、私らが同士の打ち合いを制していって。あ、やばい、ルカリオ落ちた。やばい、ちょっと。やばい。肩の力も好きでかもしれない。自分、あ、まあ、ガブリアスに進化した。よし、ゴール。とりあえずゴール。やばいね、でも。肩の力すげえ。いや、もう、回復が追いつかずにさ、ゴールポイント入っても回復が追いつかずに結局下押されちゃう。肩の暴力やばいな。ほんで、やばいな、これ。みんなで固まってさ、や、あの、来たところさ、やっつけに行くっていうさ、戦法が強すぎる、これ。え、これもう、正解なんじゃない？いや、もう正解でしょ。だってこれ強すぎだもん、この戦法。僕は、数の力が強い。とりあえずゴールしていって、あ、ルカリオが強いな。よし、ルカリオをもう倒して。ハグの力が強すぎるんだよね。超えるさ、しかもさ、相手を倒すからエクスポイントだっけ？エクスポイントも手に入って。あ、でもちょっとやばいね。ハグ、あー、やばい。倒されてた。これはやばいかもしれんな。あー、押し返そう。やばいね。相手も固まってきてな。向かうか、早く。相手にゴールさせたくない。いやでもこっちが溜まってるから、さすがにこれだけ溜まってれば、ここにいれば大丈夫。さすがにゴールしか言えない。よし。で、これで、ビークインを倒して、エクスポ、エクスエナジーだっけ。何やな、すぐ忘れるもんな、名称。何やってんの、お前。よし、これをね、はい、私やが同士の打ち合い。私やが同士の打ち合い。ICU 交際した。勝利だ。高3とかあるんだこれ。え、高3ってどうやってやるのこれ。よし、大勝利。あのガブリアス使ってる人がなんか強すぎるんだよな。ガブリアス強すぎるんだよ、600族とかやってさあね。よーし、あれ最下位だ。そう、ダメだ、全然活躍できんかったな。うん、しゃあない。まあ勝ちだからいい。よし、やっぱりガブリアス使ってる人はな、なんか、いかにも強そうだもんな、高段階でガブリアス使ってる人って。
なんかやった感じはあのサッカーみたいな感じだと思ってたけど、ゴールがたくさんあるバスケットみたいな感じなのかな。これは相手を妨害しながらどんどん進んでゴールしていくっていう。はい、というわけで今回はここまで。それではまた。